シェーディング用の漢方も飲んだし、今日は2024年の10月の14、15か。15です、今はい。日。2024年10月15日の火曜日朝7時10分でございますと。おはようございます。よろし早くおい願いしなぁ。ます。寒なってきたなぁ、もだいぶそうですね。なんか、この3連休まだちょっとあったかいなって感じしますけど、そろそろ本格的にね、冬がやってくう。るっていうか、そういう季節になってきましたけど。早いなぁ。ありがとうございますね。大統領選挙やなぁ、もうなぁ。そうですね。11月大統領選挙になりますね。11月本当頭ですに。な。そうですね。どうなるのか。まあ、トランプ勝ちそうな気がしますけど、個人的には。できんのかな。マニアね。それだったらそれで、なんか日本の政治もまたね、そのね、結局変わったけど、それはそれでまた、一段ありそうな気がしてしょうがないけどね、日話を本見もて。選挙ですな。今回はちょっとみんなで行った方がいいかもわからんな。これな、自民党を落とすためにな、公明党と。本当にみんなに言ってほしいんですけど、まあ、どれだけの人が若者で送ったですよ。本当どう？に。若者は興味持ってんのか？持っ最てない近。です、持ってないです。え？持ってない、僕は。持ってないの？なんで？いやー、なんでって言われるとちょっと難しいですけど、個人的にそういう声が聞かないですからね、友達でもね。そんなに、あと選挙の話って、ああだこうだ言ってタブーになってるじゃないですか。それはなんかシステムの構造なんだろうけど、ね。システムの構造でタブーにされてるんだと思うけど、あんまり選挙の話も友達としないですね。まあなあ、あんまりかっこええもんというか、もう綺麗なもんというか、なんかこう盛り上がるもんではないっていう風潮に日本ではされてしまってるからな。だからもうそれはシステム的にね、システだムから的にそういうふうにされましたよね。あの変な車乗って、わわわわ、清き一票とかって言うてもかっこ悪いっていう風潮にされてるからな、なんかな。もうあれがもうちょっ海外とだとかっこ違よくしうのたらええねんね。けどな。もうちょっとあれがなんか、いわゆる象徴というか、そういう定義になってればね、もうちょっと若者も、なんだろうね、反応は来るのかもしれませんけど、まあそういうわけでもないので、そうですな。だから投票率が上がれ上がるほど自民党って落っこちるからな、昔から。まあだから投票率を上げてほしくないんでしょうね。だからそうね。そう、半分ぐらいがちょうどいいんですよ。そうなんでしょうね。だから、まああえてそれも策略というかシステム行動なんだろうなってのは最近すごく感じてる次そうで第です。ございだまからす。民主主義っていうかな、一応、体は民主主義ってしてるけど、みんな参加しないでねっていうふうにしてんのよ、あれ。うまいよなって思う社会構造は最近見えてくるなって感じますけど。あれそがれおは。祭りのようにな、アメリカみたいにするとみんな投票するやろ？そうですね。そんな変なやつ落とされてまうやろ？なんでね。その方が僕はいいんですけど、なかなかね、日本っていうのはもう一度決まったものに関してはもう動きませんから、それ以上は。だから興味を持たせないように持っていってるんですよね、あれ。どっちかまあそうというでしと、ょう若い人ね。たちに。そうバ思カいのまます。まおれと。そうやな、バカのまま。言い方の問題ですよね、それはね。なんかね。よう考えてるぞ、せやけど、やっぱり。まあ、ちょっと今回は盛り上がってくれんとしてもな、やっぱな、これは関ヶ原の戦いみたいなもんやからな、今ああ、回。そうっす。そんな感じですか。天下分け目やからな、これ。本当ですか。なるほどね。まあ、落ちるやろうけど、自民党は。まあ、それにしても混乱でしょうな、もうこな、れはこれ。ですね。世界中本当混乱に。で、中国も混乱、日本も混乱。まあ今日は世界のニュースというより、日本の未来というかな、まあ、そうですこれどうね。なるのかなっていう、まあ選挙は選挙でいいんやけど、勝手にやらしょったら。まあそれはそれでいいんやけど、まあ問題山積みというかな、いろんな問題が山積みになってんねんけど、まあ独立、いよいよ日本も独立せなあかんよねっていうようなな、方向、大きくはいくんやけど、細かいところでいくと、やっぱね、見てると俺、あれよな、お年寄り問題。もう高齢化問題、これどうすんのかなと思ってて。まあ、おっちょい問題かは、それはもう、そもそも、高齢者は高齢者で頑張れやって僕は思っちゃうタイプですけどね。もう、こ高齢者を支える日本って言ってて無理でしょうって思っちゃうんですけど、現実れ的はに。ちょっと一番大きな課題やな。あら、国がどうとか、政治がどうとか、アメリカがどうとかな、それイスラエルがどうとかな、中国がどうとかあるけどよ。やっぱり女の話で言うとな、やっぱね、人口減るのは別に悪いことと思わんのよ、俺別にそんなにな。もともとが多いんで、ちょっと多すぎるんで、それはええんやけど、あまりにも高齢化しすぎてる、いく、今後、さらに10年、20年でな。これはどうなんのかな、と思って。僕から見ると、若者から言うとですね、僕、これは、あんた若者か？
これ30代で一応は。36、若7。者かな、それ。若者じゃない、中層かな。中層の人間から言わせればですね、正直今のね、上のですね、60以降の政治家切り捨てていただいてですね、まあそしたら、少しは年寄りのために頑張ろうかなって若者も思うんでしょうけどね、正直言っちゃうと。今の構造のままだと、まあ、年寄りに頼り切ってる政治もあるのでね、それもそれで、どうかなというのは、個い人や的いなや、意見ですよ、思いますよまあ政治ね。の話じゃなくてな、一般民主の話でもそうやねんけどな、もう70、75、要は段階の世代って言われる人やな、昭和24、5年生まれぐらいの人らへんですな、あの辺が後期高齢者になるわけよ、もう来年、再来年でな、来年か。だからこれな、だから要は、今までと概念変えなあかんわな。だから、概もう、念がま年た。金もそうやし、医療制度もそうですわな。社会保険とか、国民年金、国民健康保険もそうやけど、もうその人口が増えていく前提で作ってるシステムやからな、あれ。人口が減っていくんやからな、高齢化していって。もうシステムそのものがもう無理ですわな、これ、そもそもが。あとはもう概念。お年寄りももう元気で働き続けようよとか、社会参画し続けようよっていう、世の中に変えなあかんわな、これシステムをもまあ、そうですね。変えう。な無理いやからとな、こ無理れ。ですね。なかなか前進しない現状の問題はあるとは思います。まあ、だから高齢化に伴って、そのタクシーの運転手もそうやし、バスの運転手もそうやし、あと俺がやってる不動産の建築現場もそうやけど、ものすごい高齢化してるからな、もう。人おらんし。まあだからああいうのもやっぱり機械化っていうか、なんていうかな、IT 化っていうか AI 化っていうか、に変わった。だから例えばタクシーなんか特にそうやけど、もう自動運転？深圳、中国の深圳なんかがな、もう始まってるよう、ね、な、ああいう自動運転化していかんとあかんやろね、やっぱりな。そうです乗ね。りいけ物ないと系思いまは。すね。やっぱりそこはね。鉄道もそうだ。ね。まあ、あと、そういうさっき言ったタクシーとか、バスとか。まあ、あれもほんまロボット？もう自動運転化していかんと、もうなかなかいよいよもう時代がな、そういう時代に変わっていくわな。まあ、あと労働集約型の産業っていうのは、あとまあ、介護問題なんかも大変やな、これな、だからな。ああ、もう介護にお世話にならんような生き方せなあかんわな、これ、年そう寄りでも、す我々ね。やっは。ぱりそこは大事かと思いますああ、ね。もうその前提で組み込まなあかんわな、自分自身のそのライフパート。まあ、すべてに関してそうでしょうね。だから80歳になって介護を受けるのが当たり前と思ってる脳みそじゃ我々、まあ愛ちゃんも言ったって、あと40年も経ったらそうなんねえかそうですね。だから結局、な。だから早くなんだろうな、その切り替えですかね、早くね。まあ、頭すのご中切りく。替えんとな、これ。そうですね。おっしゃる通りだと思いますよ。もう世の中が回らんようになってしまうと思うんですよ、これやっぱ。100%回らないでしょうね、そこはね。って言うたってな、これ30年前ぐらいの50、まあ俺なんか55、6か、今。30年前の50歳と今の50歳全然違うからな、はっきり言ってな、やっぱり。もう本当になんだろう。そうですね。そういう概念であれば本当にまるっきり変わるでしょうね。だからいつもの話と一緒で、やっぱり人々っていうか民衆っていうかな、人間の心が変わらんとあかんわ。これな、やっぱな。まあ、そうですそれね。変わらんとシステムなんて変わらんのでな、やっぱな。まあ、心を変えるには、じゃあ、どうすればいいかっていうか、いろいろ体験させるしかないじゃないですか。気づき与えるしかないじゃないですか。心なんて人間なんてか変わんないじゃないですか。そうまあ、なってくると、その体験を通せるような何かしらを用意させないといけないのかなと思いつつ、それもないよねっていうのもあるから、どうにかしろよって話なんですけど。いやいや、それをだからいつも言ってるように、政治に求めても、地方自治体に求めても、国に求めても無理なんですよ。もちろん、そうですよね。もちろん、そうですよね。遅れてるからな、あれ、後からついてくるからな、なんだかんだ言って。まあ、政治は、とにかく民間からの後付けできてますからね、それは民そう間というよりも、自分でやるしかないんですよ、いろんなこです。とを。まあ、でも、自分でやるかっていう部分の自分しかできないかっていうのが、本当にいつもの通り、全員ができるわけじゃないからねって、そこはね。まあ、そんなことも言うてられへんのよ。だから俺自立っていうテーマでずっとやってんねんけどな。もうそんなことできないよね、なんて言うてられへんからな。もうほんまにこれ。ほんと。もうだから、何歳になってもその現役でやっていくという、その今までと同じことをやるんじゃないしんだ。
そうですね。その年齢を言って、その何でも経験豊富な人はそれなりにできることがまたあるんで、若い人と違ってな。そうですね。そこを自分で作るというか、生かすというか、やっていかんと、それはね、だから頭固かったら無理やと思う、この年寄りは。柔らかい年寄りじゃないと、ほんまに。本当、そんな感じがするわ。ああ、まあ、熟練の技っていうのもあったりするからな。まあ、東京もそうやし、大阪の中心部もそうやけど、まだいまだにタワマン建ててみたりしてるけど、まあ、あんなんもちょっとどうなんかなと思うことはやっぱ見てると。もう、やっぱり古いものを活用しながら作っていくっていう時代に、あんなま一回壊してまた高いビル建ててみたりやるような時代じゃないと思う、俺見てたら。確かに。まあ、今あるものをこう、うまく活用していくと。便利に活用していくっていう時代でしょうな、これな。まあ、早急に考えながらな、我々もな、もう本当はこれ。今のままやっとったら日本は暗いぞ。同じことやっとったら。まあ、いろんなしがらみが多いんで、ルール、行政の国、法律のな。だから、例えば、まあ、AI かもそうですわな、さっき言った乗り物なんかも。まあまあそうですね。それでああかいくうこともやっぱりね、国がなんか動かすなんて日本の場合ないんで、民間がやっていくから行くしかないんやけど、その、もう法律とか利権の縛りが大きすぎて、本当にな、本当スピードが遅いんよ、だからできないのよ、いろんなことかな。あんなもん、だって車の運転なんて自動化したいねんからな、もう全部あんなもん。え？はい、無人まあまあ、運転になれへんかな、思ってんねんけまあ、いど。ろんなしがらみがあって、縛りもあるし、協会もあるし、ビジネスもあるし、利権があるし、何かどっかを通さないといけないとか、そういうのがあるんでしょ、と。まあ、そこの中でうまく隙間でやるしかないな、とはすごく感じますけど、本当に。まあ、そういうことなんだろうな、っていうのはすごく感じますけどね。まあ、生涯現役というような頭に切り替えなあきませんな、我々もと。ということは、まっちゃん、俺まだ20年が20年、5年ぐらい働かなあかんのかみたいな。まあまあ、だから、いや、死ぬまで働くってことでしょ、まっちゃまあ、ん。それでええねんけどな、俺遊んでんのか働いてんのか、ようわからんねんけまあまあ、遊ぶのが、最近思うのは、働ど。くのが遊ぶというですね、脳回転、脳のね、行動をね、その、やだやだ遊ぶのではなく、仕事するのではなく、もう、遊びと仕事を同義化させるのが一番いいんだろうな、ってすごく思いますけどね、そうで僕は。すよ、そういうことよ。だって、そうしたら、だって永久に遊べるからいいじゃないですか。結局、だから仕事にもいろんな仕事もあるし、電話に関して仕事と遊びを同じ定義にすればいいんじゃないかなってのは個人的に思いますけど。ちょっと賢くなったな、最近。どうですかね。俺のおかげやろ、それ。まあそうですね。まあちょっとおかげですね。だいぶまともになってきたな、やっぱり。まあ、なんか、でも、そうね、まっちゃんから毎回2年越しでこう言われたら、まあなんか仕事が楽しくなってきましたよ。ああ、まあ、そまあれおかはげででいきろたんなわ。人に出会えてますし。まあ人生は遊びというもんですから、そうですね。大まあ体。でもね、本当それはね、でも本当に変わらない人はとことん変わらないからね。やっぱりだから、早く気づけようと思うんですけど、変わらない人は毎回同じことをぐるぐる繰り返すだけ。本当に。あと、約束、自分との約束を守らない人が多すぎ。本当に。まあでも人生遊びになりすぎるとな、休みがなくなって困んねんぞ。まあ困休りまみすゼよ。ロやねん、だから俺。僕休みじゃないですもん、今回。ずっとなんかやってるあ、から。なんかやってますから。まあでも、いいじゃないか、それで。だって、その方が生きてるって心地がありますもん。ただ、なんか、睡眠ぐらいはきっちりとるのと、まあ、飯、ご飯だけきちっと、その、いいまあものをな。食べるってことは、まあ、どんどん年取っていく。今はね、まあ、僕も、中間層ですから、まだいいんで、まだ耐えられるんでしょうけど、まあ、そろそろもうね、40超えたらやばいので、そろそろちゃんと自分もメンテナンスしながら、健康維持もしておかないといけないなって思ってますけどね。まあな。やっぱそして相応のやり方をしないといけないなってのは、すごく最近気づきまして、まっちゃんが一番いいモデルだよなっていうのは思っております。まあ、でもな、ほんまに、ほんとそうなんよな。こう、俺がいつも言ってる自立っていう話と一緒でね。結局、その年金なんかもそうやねんけどな。構造に頼り切ってると、こういうことになってくるんですよ。なるやろ、これ。な？私は、ね、いい大学、国立のいい大学出て役人になりました、大企業のサラリーマンになりましたと、ね、で、65歳、定年ですと、待ちわびて、定年が来たと、ね、さあ、年金もらってインクやと、
で、はしご外されるわけよ、こうやって。だっもて、う、これ。だって、あれですよ。これな。詐欺やぞ、これ。それ、ほんま。詐欺って言ったら、昔は学歴社会だって言ってたものが、今は崩壊し始めてますからね。もうしてだっるよ。て、してますし、それがさらに AI 君が代わりに東大の大学院でのノースが持っちゃってる時代ですよ。そう考えると記憶という概念が変わりましたからね、今ね。ってなるとですよ、何が必要かっていうとよくまっちゃんが言う人間力ですよ。やっぱり最終的には人間力が必要になるんですが、まあそれに気づいてない人たちと、それを認めたくないっていうおっちゃんとかおばちゃんが多いっていうのは現実。なあ、ほんま、本当あれだよ。だから、例えば22、23で大学卒業するわけでしょ？ストレート順調に行くとな。頑張って勉強してな。な、40年間働くと。な、定年まで。な、我慢してたら年金やと。思っとったらはしご外すわけやから、こうやって。なんか勉強しても仕事できない人が多すぎたから、違うんでしょうね。だからね、結局その中でも昔からって言っていいかもしれないんですけど、それに気づいた人は、学校の学歴というものを、最低こなして、自分がやるべきことやって、今でも、60、70でも安泰してやってる人が多いですけど、やっぱり気づくってことが大事ですよね、やっぱりね。まあ、気づく、知るな。知ることが知るとないい。うことで。だから、知信る。じてるとえらい目合うってことよ。宗教じゃないけど。そうだ。だからね、信本じて当るとえに、らい目合うんですよ、本当だに俺。からね、宗教って本当勉強になって、宗教のメカニズムをすごく最近勉強し始めてるから、そうすると、なるほどね、こういうことも宗教に持っていくし、こういうのはマインドコントロールに持ってきてるんだなって、すぐ見えるようになったんですよ、やっぱり。そうなってくるとね、面白いテクニックをこの人使ってんなーとかっていうのを客観的に見えるようになるね。まあ、すべて世の中は信じ込ませることによって成り立ってるからな。そうですね、本当にね。みんなが真実知ったら終わりやからな、もう。そうそね。れを知っちゃ終わりよ、みたいなな。そう。で、今日のテーマいこうか。で。今日の政教は、いよいよ世の中の、回ってる行動は宗教ビジネスとまんま同じと。いうテーマになっておりますね。ちょっで、とまあ、続さっく。き紹介してた本、俺見たことないから、どういうこと書いてある？これです。これ言われたですね。宗教モデルの、宗教モデルとはどういうふうに成り立ってるかっていうですね、そういう本がですね、書かれてる本、それを僕今読んでおりまして、すごい面白いなと思ってるんですけど、具体的には、宗教の立ち上げから、宗教でどうやって人を巻き込んで、要は、神様を作り上げて、信じ込まれて、お金を 巻き上げるかっていう、そういうマニュアル書なんですよ、いわゆるこれって。で、これ見てて思ったんですけど、そ世れのは何や、中、マニュアル本か？その宗教を真似して金儲けしようぜみたいな本？そんな本です、要何やは。それ？でね、書いてある内容的には、どういう内容書いてあるかっていうと、例えばですね、宗教を作るためのチェックリストというのがございまして、まずですね、読み上げますとですね、誰でも1分で理解できる教えかとかで、小学生でもすべきことがわかるのかとかですね、儀式はしているのかとかですね、現世利益は、もらっているのかとかですね、想像は用意できているかとかですね、そういうなんかよくわかんないチェックリートなんですけど、簡単に言うと、不安を募って、その不安をね、相手に与えて、相手に不安を与えたら、今度はそれに対して、この宗教に入れば解決できますよ、って言って今やるっていうふうに、そのまま言ってますね。まっちゃんが言ってることは。なんで、まっちゃんが言ってる社会の構図ですよね。なんで、まず不安を与えるってことはその通りだなっていう感じです。っていうふうに思ってるんですけど、まっちゃん的には、その宗教モデルというのはいかな方に思われますでしょうか？ですよ。いう、テー西マ。暦ってあるやろ、だからいつも言ってる西暦。西洋暦。2024年一応ってなってるけど。これ宗教やよ。そうなのって、これ宗教なんよ。西暦も宗教なの？これこれは宗知教らなんなかった。2024って思い込んでるじゃん、愛ちゃん。
まあ、便宜上そうせなしゃあないからな、これ。まあまあまあ、そうですね。便宜上、便利ええわけですよ、これ。一応何年何年とあった方が。便宜上な。人類は2000年しかまだ、2000年しか活躍してないんかよ、みたいな。その前何万年もあるやろ、みたいな。要は人間がだって作り出した数字じゃないですか。今ある。これも宗もう。教ないの。な？ええか？で、なんでその不安と恐怖を煽られるわけでしょ？そうですね。不安と恐怖を煽られるわけでしょ？で、さっきあんた言ったら現世利益って言うんですわな。この今生きてる物質社会の中、今ある肉体を持ってる形ですな、我々。これ仮の姿やからな、これ。これ仮なんですよ。投影されてる仮の姿やからな、これ。そもそも。ええか？映写機で。どっちかって言ったら、仮の姿というよりは、偽物の姿？とりあえずこんなもんよって見せられてるやつですよ。この投影された世界な。これの現世での利益、お利益、ご利益、ご利益ですわ。学校卒業、学校へいい試験で受かりますようにとかな。入学試験通りますようにとかな。よくある話ですよね。病気にならないようにとかな。お金持ちになりますようにとか。あれ、現世利益で、ご利益。な、拝んでるわけよ。祈願してるわけよな。だから、この現世で全てが完結すると。この現世しか世の中ないんやと。思い込んでるからこんなもんに引っかかるもんや、大体。わ かる言ってんの。わ言っかてるる。こと、現世利益って言っては、まあ、現実にある、今、あるいやいや、こもれ現実って物質社会な。今の3物次元な。産、物4産次元ね。でもええわ。これ今の社会ですよ。まあ、正確に言うと二次元的なもんやねんけど、これ。だこれは現実と思い込んでるでしょ？アイちゃんも違う？そうですね。今、ここ生きてるのは現実だと思い込むんですそれね。現実じゃないわけよ。どうする？それやったら。それが現実じゃなかったら面白いですね。これ投影された姿やからな、これ。なるほど、面白いですね。そこわからんから引っかかるんよ。これが投影されてる姿か。なるほど。だから、波の世界っていうか、魂の世界でさ、分かりやすいんだ。それが本来の世界やから。物質的に魂がいるだけの手がいいですよね。そういうことですよだからね。物質のないというわけじゃないけど、波の形しかないもんですよ。波動でしかないものですよ。な、波長だけですよ。だから、形ある物質のない世界ですよ、分かりやすい。あるんやけど、見えない。いわゆる波長の世界っていうのはその通りだと思います。その見え波な長いの。世界と言われるのが本来の世界ですから。だって何も見えない。皆さんだってこの目だってただ単純に発展したからこうなってるだけだからね。そうだよ。いや、だから目が見えてる色とか、あるいは赤とか白とか青とか、あれも便宜上そうしてるだけの話なんですよ。とりあえずは。とりあえずね。そうしないと話が通じませんからね。そう正そう、成り直ね。立たへんからやってる。だからね、意思疎通ができなかったら生活もできませんからね。そうだ。そう。だから、意識体が全てを作ってるって言ったら分かりやすいんですよ。意識の世界ですよ、これ。意識の世界で、ね。でも、その意識体は、その、こういうもう、そういう物質社会を投影させんと面白くないでしょ。暇なんですよ、暇。暇ですね、そうですね、そうですね、なんもないから。何もないな、そうですね、眠たくもならないしな。ご飯も食べへんでしょ。肉体ないねんから。そうです暇ね、なんですよ。だからそれはなんか作らんとしゃあないんですよ。それはそうです、投影するものを、意識体が。それだけの世界なんですよね。今日、まっちゃん、なんか、スピケちゃうぞ。これもちょっといつものお坊さん系入っていくけどな、これ。もういいです。大でな、丈夫。はい。結局は、じゃあそう、今の感覚わかる？今の感覚をわかれば、宗教、神様が、何やったっけ？神様の言うこと聞くとか、ありえんやろ、そんなもん。神様ってどこにおんの？みたいな。そうですね。違う？そういうのありますね、確かにね。この物質が投影されてるんだったら、そもそも神様ってどこにいるのって話じゃないですね、確かだ、にね。じゃあ、わかりやすいイエス・キリストにしようか。あれ、便宜上作ってるだけですよ。だから、わかりやすいの。わかりやすいように存在をいさせた方が楽だから、それは。いや、もう、だからな。イエス・キリスト、神おったでしょうか、ほんだら。神様って、ほんまに。な、ほんまの偉大な神みたいなのかな。
おるとしょうか。はい、はい。でも便宜上、この世の、この投影されたこの写しの世界では、何らかの絵を描くとか、物語を描くとか、文章を描かんと成り立たんやろ。わからんやん。わからん。神って何ですかやったら、さあ、みたいな。イメージが浮かないですね。そうですね。だから、それ便宜上やってやってるだけの話なんよ。ええか？いいです。何やったっけ？スサノオとか。そうおっしゃるとおり。そうイですザナね。ギ、イザナミとかね。いろいろそうですね。おっしゃる便宜上ああしてるわけよ。ああ、そういうことですね。はい。免許わでかりすやすいね。と、我々にはちょっと見えないものを、形として表してるんよ。うん。そうですね。それはい。だけの話なんですよ。それだけの物質でございますね。はい。うん。なってまうわけよ。うん。どう話したいんかな、これ。さっきのもっと俗世界の、愛ちゃんの言ってた本はもっとレベルの低い話のやつやな。もっと。そうですね。ちょっ宗教に壺かと、わすとか、浅はかな宗教を信じるとそうか、ですね。そうい統う、一教会とか創価学会とか、そのそうレいベルう、の話そういうオカルトに対応しているのかとか、民衆に救いを用意しているのかとか、食物規制はしているのかとか、また、もうその通りの書かれてね、よくある、歴は、歴、と、さっき書いてますよ。歴を作ったかとか、オリジナルの祝祭日は作ったのかとか、異常な振る舞いをしているのかとか、そういう、なんか、抹茶が今言ったように、もうね、それをさ、単純に書かれてるだけの。俗っぽい世界で行くとな。まあ、その神様的なもんとか、競争的なもんっていうのを、もっとレベルの低い話で行くと、世の中的な宗教団体みたいな、カルト宗教みたいな話で行くと、信じさせるとこから始まってるだけの話なんですよ。全部、そうですね、そのポイントうん、信じさせるんやと。麻原彰晃空飛ぶとかな。信じさせるわけよ、ああやって。じゃあ、なんでそんなもん信じんのってなるやろ。ないですね、それは世の中を、この投影された現実だと思い込んでるこの社会を斜めから見てしまってるんですよ。うん。ですから、ですからやな。なので、世の中にちょっと恨みを持ってるような感じ。うん。斜めから見てしまってるかな。だから、お助けいただけませんかってなるわけよ。で、そこにまた不安と恐怖を植え付けていくわけや。ありもせえへんもんもな。ありもせえものを大きく見せるんですよ。これも信じ込ませるわけですよな。なんで今度救いの手を差し伸べると。これも信じ込まされてるわけですよな。まあでも、その信じ込みたいっていう心理が人にはあるんですよ。何かに救われたいとかな。すがり何たかいっを。ていうのもあるでしょうね、多分ね、そうね。救われたいとか信じたいというのがあるんですよ。それうん。はありますね、ね、聞きま願す望ね。がな。ありますね、そうですそれね。なんで起こると思う？願望、なかなかその願望を叶えられないからじゃないですか。自分のやりたいことだったりとか、そういう自分一人じゃ何も力が発揮できないから、そうなんじゃないですか。うん、だから、例えば病気やったらな、病気治してほしいとかな、願望ですわな。だから、自分では何もできないからじゃないですか。と思い込んでるんですよ、それ。思い、なるほどね。と思い込んでんのよ。わかる？私にはそんな力はございませんと。な？私に自分の体の病気を自分で浄化させて自分で治すことなんてできませんと。私はお医者さん行って抗がん剤打ってもらって薬漬けにされるのが、しか方法はないと思ってますみたいな。とか、拝んだら病気治ると思い込むみたいなやつとかな。さっき言ったその見えない世界っていうかな、この世、この現実、物質社会っていうのは、その投影されたものなんですよな。偽物の世界ですわ。本物じゃない方ですわな。月が投影した方で。だから、太陽っていうか、その太陽神っていうかな。うん。要はひたすら明るく暖かいだけの世界、太陽の世界。この世界が、この映し出してる世界っていうのは、そもそも物質、形のない世界なんですよ。ちょっとここ理解せよ。これ見てる人ちょっと理解するの難しいと思うけど、もう一回言ってあげるから。だから、太陽神ってあるんですね。まあ、これが神かどうか別やと。ただ、太陽が映し出す世界っていうのがあるんですよ。照らす世界な。これは、物質社会じゃないんですよ。ここもう一回、二回言うたぞ。ここをよう理解しや。太陽神の世界っていうのは物質がない世界なんですよ。魂の世界なんですわ。ひたすら明るく暖かいみたいな。ええか？で、陰陽ってあるでしょ？プラスマイナスの世界、北南の世界あるな、上下の世界あるでしょ？
これがないと世の中成り立てへん。地球成り立て、宇宙成り立たないということで何回も言ってるわな。でな、この太陽があるということは月がいるんですよ。ええか？月ってわかるな？ムーンな。こいつが映し鏡の役目果たすんです、今度は。お願わかいりしやすいとます。陰の世界ですわ。太陽は陽の世界です。陰陽の世界ですな。で、この月というのが物質社会というか、この人間のその物質社会、物質だけじゃなくて、その肉体的な世界な。肉体構造を持っていることが全てであると。死んだらこの世は終わりやと。思わせるのがこれ月の役目なんですよ。ここ理解せんと難しいぞ。月ってそういう役目を負ってるんです。それは誰が作ったか知らんぞ。俺は宇宙人が作ったんだ。知らんけど、そういう役目を持たされてるわけよ。だから、月がないと太陽は成り立たんのよ。で、太陽も、月も太陽がないと成り立たないんですよ。あれ太陽の光を浴びて光ってるだけやから。わかるか、ここ。ほんまに。要は、表裏一体ってことですよね。要は、表裏一体じゃない、役目を背負ってる、役陰に。目、お互いの役目を支え合う役目を。支えで合ってないと邪魔してるんやけどな、月はわかりやすいから。まあだからそういう仕組みになってるんですよ。ええか？ 今日はちょっとみんな、これ今日好きな人おると思うぞ。まっちゃん、出たぞ、すごいのと思ってると思うぞ。そこまで言いたかった。太陽は月がないとやっていけないし、月は太陽がないとやっていけないし、で、太陽の照らしものはもともと物質照らし出してるけど、実は魂のしかないことを、魂の世界を映し出してるだけってことね。太陽神というのはな。太陽神がですね。で、その魂だけの意識体の世界ですな。これを形作ってんのが月の世界なんですよ。その意識を形作ってんのが月の世界になってるんですよな。だから要は魂の世界ですわ。面白い世界ね。あれ、影って知ってるか、影。もう月さん満月の時に影できるやろ。人間の影。あれが月の世界ですよ。今日すごい話してんぞ、お前ちゃんと言うてるか分かるの、みんな向こうで。すごでいすね。話出てきたぞ、なんかみたいな。という、そういうことなってる、構造がな。ことがない。ええか？で、何やったっけ？ほんで、要は俗っぽい宗教の話で、ね、こんなこと理解してるとな、そこら辺のカルト宗教なんて話ありえんから、大体が。ありえない。ありえんやろ、全く。そうですね。カルト宗教とか、まあそういうのはまあ現実にないですからね。ただそう信じ込まれてるだけだから、非常にだからそれをね、客観的に見ると、至るところで、こういう行動でなってるんだなーっていうのをすごくわかるようになる。だから、さっき言ったような、こういうことを話できて、理解できてるとな、そもそもその崇拝すべきそのカルト教団の教祖なんていうことはありえん話なんてくるんですよ、大体が。イエス・キリストに関してもそうなってくるんですよ。もうその前のヤハウェに関してもそうなってくるわけよ。もうずーっと辿っていくと全部そうなるわけよ。とりあえず便宜上作ったっていう話になってくるんですよ。いや、だから、要は、構造自体を理解せんことには何も始まらんわけよな。さっき言った。構造の作りの仕組みってことですよね。仕組み的にを理解しないといけない。そういうことになってるんですよ。でね、これ古代からそうやねんけど、もう、大昔の古代からそうやねんけどな。なんでそんなのが太陽神なんかっていう話になってくるんですよ。まあ、簡単に言うと、その作物であったり、人間の営みであったり、水であったりとかな。山、木々であったり、これ全部作ってるのが太陽ですわな、当然。太陽の栄養分がないとできへんわけですわな。まあだから太陽神っていうふうにはなってんねやろうけど、まあそれ以上に、古代から天災地変とか、地球が寒冷化してみたりとか、氷河期になってみたりとか、大洪水起きてみたりとか、すべては太陽なんですよ。太陽のその黒点というかな、太陽の動きというか、これがすべてこう微妙に影響してるわけですわな。これが今太陽フレア、太陽フレアってやってるけど、結局はそういう太陽と地球との関係、太陽と宇宙との関係っていうか、これが微妙にずれ出すとこういうことが起こってくる。だから太陽神って呼ばれてね。なるほどね。そういう話になってるのね。で、まあ、この先、ちょっと大きな話ばっかりやから、ちょっとまた口ぽっかんの人もおるかもわからんけど、
この先、200年、300年、1000年ぐらいかけて、まあ、600年ぐらいかな、かけて、800年ぐらいかな、かけて、この先な。このお月さんってあるでしょ。これの、そのパワーというか、騙しの力が弱っていくわけですよ。おー、なるほど。いい。騙しの力な。これはなんでそうなるかっていうと、その意識というか魂というかな、その意識体のレベルが上がっていくんで、信じてたものが分かってしまうと知っちゃうと。ああ、なるほどね。知ってしまうと。現実がね、見えてしまう。トリックを分かってしまったと。なったらもう元に戻らんわけよ、意識体は。なお月さんの力というのは非常に弱っていくんですよ。だから要は真実の世界っていうかな。そっちを知る方になっていくわけですよな。ってことは軸は魂的な意識体の世界ってことです結局はそうだよね。総合的に一個にの魂の輝きか。しか保たなくなってくるそういう地球というか、そういう宇宙へ向かうんです。今から。100年、200年、600年かけて、800年かけてな。あれなんですかね。さっき言ってたと、太陽だけで本来良いものが、木が出てきちゃったっていう感じのイメージでいいんですかね。そうなんですよ。そういうことなんですよ。そういうことでいいんだよね。あのだね。から、もっとわかりやすく言うとな、まあ、西暦なんかはまあ、まさにそうやねんけど、その前の、例えば、洪水やったでしょ、洪水、大洪水。洪水、なるほど。旧約聖書に出てくる大洪水な。大洪水、はい。大洪水でこう、ノアの箱舟ですよ。ああ、水がパッカーンって割れて、みんなを助けるみたいなやつとか。あるわけ、大体神話がな。あれはユダヤだけじゃなしに、どこの国も一緒なんですよ。南米もそうやし、で、あと、あそこ、オセアニアなんかもそうやねんけど、同じ神話が同じ時にあるんですよ。大洪水のな。全く同時期に。っていうことは、おそらく本当にあったんやと思うんですよ。その大洪水な。今、その大洪水始まるんやと、地球もまた。で、その大洪水の前、前の神話的なもんってあるでしょ？その前の神話ですよ。月出てこないんですよ。どこの地域のやつも。だから大洪水の前は月がなかったんよ。月大が存体。在しなかったってこと。そうそうそうそ急にじゃあ月が出てきちゃった。う。という解釈になるわけよな、これ。だからあれがじゃあ衛星なんか何なんかは誰にもわからんけど。まあ人工物ですわね、ある意味。まあだから、なんちゅうたらいいかな。形としては本当にあんな形してんのかみたいな。見せてるだけやろみたいな。だから、あなたあれでしょ？お月さんと太陽って同じような大きさに見えてないか？見えてます。ちっちゃいの全然。見せてるんですよ。大きく見せてるだけで、実そう、際、太陽のとこ被ってくるんですよ、うまいこと。なるほどね。ほんで同じように見せんのよ、あれ。へえ。そういうこと知っといたら全然違うぞ、面白い話。ですね。確かに、太陽と月の関係性というか、あるという概念しか起こってないだけで、実際なんでそれが生み出したかっていうのを学ぶと、実際見えてる形が変わってきますね。実はそういうことだっだたっから、てことですね。満月なってみたり、三日月なってみたり、半分なってみたりしてるやろ。あれは太陽の光を借りてるだけですからな、あれ。自分で確発かに光してない大か変。らな、あれ、月っていうのは。確かに、だから太陽の力が弱まれば、それは自然的に弱くなりますよね。それはね、それもちろんそね。もそもそういう映し鏡なんですよ。そういうことやってるんですよ、あれ。投影させずてるんですよ。るいんですよね、月がね、ある意ずるい、ずるい。だいぶずるい。味ね。ずるいよね。だいぶずるい。太陽ってエネルギーを借りて映し出してるから、それはずるいよね、月がね。それはで、ね。人の営みというか動物の営みに影響を及ぼすわけですわ。だから、潮の満ち引きとか干満とかあるやろ。で、あとは、その人間の情緒的なもんってあるでしょ。情緒的な。情緒的な満気月分。になったら吸血鬼がどうとかみたいなやつとか。情緒的なもんあるでしょ。そこにまた女性のその生理的なもんもあったりするやろ。これも全部月が影響してるわけですよね。そもそもそういうもんなんすよ、あれ。大体、あいつ。あいつというか、あの人たち。影響を及ぼすようなタイプ ですそう。ね。だから、ひたすら太陽だけやったら、明るく暖かいしかないわけよ、もそれはある意味、う。だから、当然、人類。戦争もないんですよ。で、宗教もないんですよ。太陽だけになってしまうと。お月さんがおるから宗教が生まれてくるんですよ。物質社会を作ってるから、あれが。
なるほどね。わかる？言ったら。これでわいかや、るやん。なんかイメージはわかりました。例えばな、太陽だけのひたすら陽の明るい、ひたすら明るい世界でしょうか？で、これ肉体持ってないわけですわ。意識体だけなんですよ。これに宗教なんか出てくる、あれがないやろ、もう隙間が、でもう。もなんか、あれですよね。月がなくなったら、それはそれで人間的に終わっちゃうと思うんですけど、どう思います？いいどういもう意んなん味？です。要は、魂の物質のもので争いが起こらないってことは、現実的に、要は、こういう今の状態っていうのを満たされないから、月があるから今の状態が出てるっていうのはあるんですよね。いやいや、もう一回整理するぞ、言うぞ。物質がない世界なんですよ。物質がない。太陽神の世界っていうのは。意識体の世界なんですよ。だから食べることもいらんし、寝ることもないわけよ。体を持ってないと分かりやすいですよ。分かるか、これ。いや、ここから魂が出てる。そうですね。そうですね。見てるわけよ、魂、意識体が。意識体が作ってんのが肉体ですわ。分かりやすいから、守護意識が。宇宙の守護意識がな。わかるな？でも暇やろ、それ。そうですね。することないわけよ、何にも。そうですね。もうないよ、ないやと思うね。無意なんか識になっ下なちるゃうんやですかろ。ね。何もないですね。なんか下なるから投影させてるわけですわ。なるほどね。そういうことなんですよ。なるほど。ただな、お月さんがあるとかないとか、なくなるとか、そんな話じゃなくてな。これを知ってしまうと、みんなが。信じてたものがしを知ると、本当のこと。ほんだらそうなってしまうやろ、もう。違そうう、ですワね。クチンと一緒やろ。確かにそうですね。信じだてから、おっいとったもの、誰も見向きもせんようにや、なる。言っおてる月ことさんは、は誰も見向きもせんようになるわけよ。そうですね。という確かことに。は、見向きもしないということはどうなるかというとな、お月さんがあっても無視みたい。わかる？言ってんの。だからもう、あんたに思い通りにさせませんみたいな。ということを分かってしまうわけよ。で、もう力がどん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 弱っていくんですよ。結局何かってな、さっきの宗教の話と一緒でな、みんなが信じるから力を持つんだよ、宗教中。こう分かるやろ。キリスト教祖やろ。信じるからですよ。で、信じてるのがバレてな、知ってしまったらどうなる？いやー、それは知ってしまえば、それ興味関心もいないから無視しま力す持てへんやろ、ね。もそうですね。う。物系の殻やろ。ただの儲けの数ですそね。ういうこと言ってるわけよ。ちょっと奥が深すぎるから、みんなわけわからんよ。まあ、結局のところは、ちゃんとその、影のとこ今ろもきっちり日だいぶ有白い、料系やぞ、これ。だ影のところをしっかりしろよって話ですよね。宗教の体系ね。いぶ有料系やぞ、これ。そうですね。でも、太陽と月はそう、早く真実を、しろっていうことですよね。ここわからんかったら、なかなかわからんぞ、宗教っていうのは。確かに、宗教って良くないよねっていうふうに、言葉だけ言われてもわかんないけど、今のまっちゃんのことを言うと、すごく、いいとか悪いとかじゃなくて、そもそも物質の問題だからよねっていう話だからね。そうね。ただ、例えば宗教みたいなもの作る人とか、あと、俗世界っぽい話でいくと、人々をコントロールするとか、世界をコントロールするとか、いいかな、宗教、いや、キリスト教を使って世界をコントロールするとか、ユダヤ教を使って世界をコントロール、支配するとかな、そういう人はこんなこと、とうに知ってますから、もう古代から、これを理解した上でやってるわけですから、全部。ここが一番根本のところですから。太陽の働きと月の働きぐらい分かってんと何もできへんってなぜあれがあるのかと。きっちりだからよく、だから要は宗教やる人たちは頭がいいというか、ちゃんと勉強されてる方がみんな多いという頭がええとか勉強じゃないし、原理を知ろうとするってことですよ。世の中の原則です。仕組みをそですよね。う。そのなぜそういう。目の前にある小手先の話じゃなくて、元の原理ってどうなってんのみたいな。ここを知ると全部わかるよ、もう。こういう仕組みかと。こういう仕組みで成り立ってんだっていうのが分かりますよね。そういう話になってんのどうよ。いう仕組みが成り立ってるのかって考えると次の一手も変わってくるから全然見え方も変わってくるっていう、そんな感じですよね。そうなんです。だからね、俗っぽい世界に、この世の世界に落としてはめ込むとわかりやすいけどな。月っぽい考え方とか、月っぽい価値観っていうのは、偽物の価値観って言ったら分かりやすいですわ。だから、この世だけの価値観みたいなやつ。
薄っぺらいやつってあるでしょ。偏差値がどうしたとかな。偏差値がどうしたとか、金持ちがどうしたとかな。なんかあるやろ、いっぱい。ありま権す力ね。がどうしたとかな。あれが月の世界の話ですよ。わかる？言うての。わもっかとわりかりやますい、言ってます。わかりやすい、だましの世界ってわかりやすいです。もっとわかりやすいと、箱庭。月が作った箱庭って言ったらわかりやすいです。そうですね。仕組み化でもそうです。闇の世界ですね。そうですわかっね。たか、これで。わかりました。ここまで言ったらわかるやろ、もう。だから、その人間が作った箱庭とか、国が作った箱庭とか、役所が作った箱庭とか、宗教が作った箱庭とか、いろんなことは言うねんけど、本はここなんですよ。月なんですよ。根本的にじゃあ月はどういうふうに成り立ってんだったら、それはみんながその月とあるものを認めたからそうなるわけじゃ月的なもので投影させてるわけなんですよ。だから幻想っちゃ幻想。幻想を生み出すのが月なんですよ。だから今がこれが現実、この世が全てみたいに思ってると何にもわからんって話なんですよ。本当の根本の世界っていうのは太陽神の世界ですか？面白いよ、これ。面白いですね。だから結局は、だから根本的なものはもう一個に過ぎないから、それに関して付加要素として入れてるだけで感じる、付加要素に過ぎないからな。まっそうちゃんのね。原理原則シリーズはすごいな、これ。そうです。だから要は宗教を一方的にダメって言わないところがすごくいいですよね。いや、逆にダメもどうも、ダメもどうも相手にもしてないけど、みたいな。ね。結局、だから原理的にちゃんと理由があって、だからダメなんでしょっていうのがきちっと説明できてるから、特にそこら辺は、やっぱりさすがまっちゃんわかりやすいなとは思いますだね。から全ての人の行動原理にも当てはまってるでしょ、今の話は全部。そうです月的ね。なものを見て行動原理を決めてると、いい方というかしんどい方に行くんですよ。苦しい方に行くんですよ。要は太陽の方で行動原理を考えた方そうなんでがす。いいっていうことだよね、そそうのなんで上。すよ。そういうことなんですよ。そこだけ軸に置いてるとな、だいぶ騙されへんようになるぞ。そうですよね。大変でね、その太陽神的な方向で意識向けてこう生きていこうとするやろ。なあ、理屈屁理屈のない世界やからな。あの、認めてもらわれへんね。こいつ何言ってんねん、みたいな。結局、太陽の明るいところのやつの根本的なところからやっていくと人間っていうのは急激に変だから、わってきますもん太陽ね。神というのは直感の世界なんですよ。言葉のない世界なんですわ。意識体の世界ですから。もう、なんていうかな、こう、言語のない世界なんですよ。月の世界っていうのは言語の世界なんですよ。要は、理屈にする世界なんですよ。だから、科学ってあるやろ。学者みたいなやつな。あれはまさに月の世界なんですわ。科学、エビデンスで落とし込むみたいなな。これが月の世界なんですよ。太陽神の世界じゃ、それがない世界なんですよ。どっちがええ？太陽のでかいですよね。そうやろ。争いないぞ。太陽神の世界を。月の世界はひたすら争ってるからな。争う理由が太陽の世界ないからね。なそいもんそでもす。ないからね。なんでかもう一回言うぞ、おさらい。肉体がないからなんです肉よ。体がないから、そもそもその、肉体争がいなよういがせ、ない。やっぱり肉体がない世界のところの方に目指した方が絶対いいでしょうね。なんでかわかるか？食べ物を奪い合いする必要ないじゃねもうえか。ないし、喧嘩する人もないし、で、その土地いらんやろ。土地の奪い合いもせえへんのよ。ある？これを見せてんのが月の作用ですから。奪い合いするように。そうそれなんですね。もなんでかというと、暇やからやってるんですよ。今のかな、なるほどね。大いなる偉大なるものってあるのよな。それが暇やからやってるんですよ。暇やなって言って。映 してるんですよ。だからいつもテレビゲームって言ってるやろ。そういうことですよ、だからこれ。暇やからやってるんですよ、こんなこと、月が。今でなきに言えばやってないからね。もしあれやぞ、太陽神だけの世界で、愛ちゃんとこんなこと、ズームをやってへんぞ、そもそも。そもそもズームやる必要もないですからね。そもそも成り立てへんから、そもそ何も。やねん、そもそもね、面白い話。成り立てへんやろ？まさかでも太陽神の話と月の話が出たとは今日思わなかったな。誰が思いますかね、宗教の話からね、と思いますけど。びっくりしましたわ。あまりにも大きなとこ行き過ぎたからな。今日、大概のことを勉強してる人でも口ぽっかになるかもわからんけど。まあ、初めて聞くと思うやろな。いきなり太陽と月の例を話すのかとって。それどこで勉強されたんですか、まっちゃんだけど、その太陽神のやつ。いろいろ本読んでるんですよ。昔の本とか。いろいろ。いや、
その洪水の前、月ないぞっていうのに気づいたわけよ、俺。なるほどね。どうもお月さん出てけへんぞと見てたら、これはなんでやろってなるわけ。違うか？まあ確かに。あとは、月の存在のことを認識してなかった人類もいると思いますけどね。そもそも、要は、バッチャが言ってた集合意識で言うのであれそう、そういうば、ことなんですよ。そういうことですよね。そもそも月というのを発見をする環境でもなかったと。でそうもいう今は、話になる。そういう話ですよね。でも人類が進化したから月を見るようになっちゃったと。そういうで、話。そういうことですよね。だから夜に活動するようになっちゃったってことだよね、要はね。だから月を意識するようになってから変になっていったって分かりやすい。だからそういうことですよね。要は、だから、そうだよね。そういうことだよね。だからよく日本でいうその縄文っていう話するでしょ、昔の。2は万年前ありましたみたいなやつ。あの当時っていうのはその月があったかないかは別としてな。意識してないっていう世界ですわ。そうですよね。ひたすら太陽神の世界ってことでさ。太陽神の世界に生きてた人だけど。とこと争いもなけりゃな。その要は、この俗世間っぽいところにいないみたいな。ひたすら意識の世界におるっていう世界ですから。そういう話になってくるんですよ。そうですね。で、その天文学的な話でも何でもなくて、こっから先はまたその月の力が弱っていくで、人の意識が目覚めると。そういうことになっていくんですよ。まあ、俺ら死んでるやろうけどな、もう。すごい、そうなんだよ壮な。大な話やの、今日は。どうや、壮これ。大な話ですけど、でも原理はついてるからな。本当え？に。これ好きな人は好きですよ、今日の話。だいぶ好本きや当と思に。うぞ、これ、こういうの。まさかね、宗教の話ってこんな話になるとは思こんわななかくだらんを、カルト宗教の話よりな。った。こういうテーマで、ここを理解してると全てが見えますわ。要は、まあ、世の中の構造、地球の構造、世界の構造な、でか。あとは、組織の構造、あとは人のその行動原理、すぐ恐怖不安みたいなひっくるめて、わかりますね。構造、これも全部理解できますわ。ここを理解して。むし簡ろ単そにこ理解できは原理原則の根元のます。これが部分だ根っと。こなんですよ、ほんまもんの。ねえ、そうですよね。そういうこと太です。陽神っていうのが根っこになってるんだね。ここを理解すればもう全部簡単に分かる話ですよ。ただ、みんな何言ってんのってなんねやろうかな。まあでも一番奥深い話でございますよ ね、やっ奥ぱ深りすぎね。るやろ、これ。そうですどうタイトルね。つける、これ。すごすぎいや、て。でも、これでも、ある意味、本書けるな、これ。そうですね、まあでも、宗教とか、教祖とか、そういう根っこの話の方が早いでしょうね。宇宙の原理ですわ。宗の原理ね、確かに。面白いやろ、これ。面白いですね。でも、僕も新しい価値観でしたけど、確かに太陽と月を見るとその通りで、僕もちょっと、もちろん太陽神のことと月のことについて調べてみますか。それは、全然調べてないな、だから、まあ当然、その占い的なもんって要はあるやんか。確かに。ありますあれね。もその太陽的な占いと月的な占いってあるわけですよ。だから、まあ同じものというかな、なんていうかな、この世の世界の中でいうその同じもの、例えば、お金持ちとか、資産家みたいなやつとかな、それとその貧乏っていうのと、対になってるんですよ、これ、太陽と月っていうのは。同じ占いの中でも。要は、ものすごくお金持ちになる可能性あるけど、大破産する可能性もありますみたいな。同じなんですよ、結局は。原理原則は同じですね、確同じなんですかよ。だからに。そこをどう、今の言ったように太陽神と月との関係を理解してると、自分をコントロールできるってことなんですよ。そうですね。こういう話になってるんですよ。簡単やろ。簡単ですね。だから、知るってすごい大事やぞ、勉強するのも。今、常に知相当ええ勉強になったの、これ、みんな。るってことは全くその通り大事だから、月的なもんの、月の働きというかな、ですね。月のエネルギーを理解できへんかったら、こういう話、理解できへんでしょ。そうですね。ああ、お月さん綺麗わ、言うてるだけやろ。お団子食べてるとかな。そうです違ね。う？そうです。全くそうですね。お月さんってなんであんな綺麗に光んの？とか思い込んでる。あれ、太陽が光当ててんねえの？みたいな。そういうやつなんですよ、あいつ。人の光を利用すんのよ。悪いやろ？いわゆる人の光も吸収しちゃいますからね、彼はね。悪いやろ？だから。悪者です、ございますね。もっとわかりやすいのか、最後。例えば、人のその恐怖不安ってあるやろ。ありますね。特に戦争なんか一番ええやけどな。恐怖不安ってあるやろ。
これをね、エネルギーにしてるんです、あれ、月って、実は。最後にもっとすごい話してあげるけど。それを食べ物。食べ物ってわかる？エネルギーに変えてるんですよ。だから不安と恐怖が、で、地球がうごめいてると、月ってだんだんパワー増していくんですよ。で、さっき言ったようにみんなが知って、お月さんのからくり知ると相手にせよなるやろ。月の力がどん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 落ちていくんですよ。エネルギーなくなっていくんですよ。こういう構造になってんだよ。いやー、面白いな、これ。面白いですね。あなたのなんか宗教の本一刀両断で終わったけど。いや、でも面白いですよ、でも本当に。どうや、今日これ、で感は、想が。は感想でございますか。い、い感や、想でまとめても、ください。もう俺からは以上や。ありがとうございます。いや、相変わらず素晴らしい、ご意見ありがとうございます。でも、まっちゃんいませんけど、いたいた。やっぱりですね、思ったのは、やっぱり宗教とか何もかもですね、すべてはやっぱり作られたものなので、やっぱり、それをがですね、すごい説明がしやすいなというふうにですね、わかりやすい説明だなというふうに。やっぱり一方的に、ダメダメっていうんじゃなくて、太陽神の話からあって、お月様のお話があって、で、なぜお月が存在するのかって話がするとですね、やっぱり、太陽神のですね、世界で生きることがですね、人間の人類にとっては素晴らしい、そっちの方が、もう、今、そっちに向かっていくべきだというふうに思いま向すかっのてるよ、で、もうみんな。はい。ぜひ向かっていきましょうということで、はい。まあ、最後になるけどな、宗教的な、その俗ポカルト宗教的なものの話でいくとな、今言ったようなことを理解せんと視野が狭なってる状態なんですよ。この俗世界の中でこれどうしよう、ああしよう、こう困った困った言うてるだけの話ですからな。そうなると、どん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 深みにはまっていくんですよ。これ月の作用ですから。そういう時は太陽神っていうのをこう思い出してもらったら、もうどっちことないよ、全部ってなるわけよ。太陽の世界ってのはそういう世界ですからな、なんとかなるというのが太陽神の世界ですよ。月はどうしよう、どうしよう、どうしよう、どうしようっていうふうに追い込んでいく世界ですから。以上でございます。ありがとうございます。まあ、コメントくれると思うと、これ多分みんな。じゃあ、また見てください。あと、前日のやつは、ちょっとこれからちょっと対応しますので、すいません。じゃあ、今じ日はこの辺ゃあ、で。以上です。はい、終わさよりなら。でーす。